桂吉坊は、兵庫県西宮市出身の落語家。本名は、津田めぐみ。所属事務所は、米朝事務所、オールエンターテインメント有限会社大有企画。情報落語協会会員。出林は、ハワクドキ。大阪府立、東住吉高等学校芸能文化科卒業後、1999年1月10日に、桂吉朝に入門。 同年3月、岡町落語ランドにて、初舞台。2006年1月からは、東西、一門、所属事務所の枠を超えた若手で旗上げした、平成話しし座に所属。2008年4月に、卒業。情報落語会には、新ち制度がないものの、このグループは二つ目しか入れないことから、東京では、新ちとして扱われることを意味している。二千七年には、舞台。 地獄八景、浮世百景に俳優として出演した。2008年には、朝日新聞社が発行する、月刊雑誌、論座にて、吉望が聞く芸の世界を、連載開始。同年1月号から雑誌が休刊する10月号まで、連載された。米朝一門らしく、太鼓、笛は元より、三味ミや長唄も習得している。歌舞伎や脳、文楽などの古典芸能に詳しく、 落語においても歌舞伎を題材とした芝居話を得意とする。現在は能楽を個人的に習っているほか、能楽の催しに司会として呼ばれることも多い。歌舞伎役者をはじめ他の伝統芸能の役者に知人が多い。ありがとうございます。